やあみんな、わざわざ来てくれてありがとう。ルイ、今日はなんだかいつも以上に楽しそうだね。それはそうだろう。何せ誕生、もしかして、またすっごい演出を思いついちゃった？そうなの？司くん、今度はどんな風に飛ぶんだろう？ビュー、ショロロードッカーンって感じかな。いい、俺を夏の風物詩にするな。ご期待に添えなくて申し訳ないけれど、そうではないんだ。実は学校の後輩たちに誕生日を祝ってもらったことを思い出していてね。後輩？ああ、トウヤたちか。そういえば練習の時に言っていたな。僕は別に先輩らしいことなんて何一つしていないんだけどね。そんなことはないぞ。トウヤが手作りしたカップケーキの味見役をしたではないか。お前の協力もあって満足のいくものが作れたとすごく喜んでいたぞ。体育祭の時も白石さんや秋山さんに頼まれて応援団の演出頑張ってたしね。レイ君はみんなのお助けマンだね。おー、レイ君かっこいい。いや、実際かっこいいのは彼らの方だよ。そうする必要があったとはいえ、僕の演出を全面的に受け入れてくれたんだからね。まあ、お前の演出は凄まじいからな。だが、しっかり向き合えばお前が誰よりも観客の笑顔のために頑張ってくれているとわかる。だから、絶対に成功させるぞって、私たちも頑張れるんだよね。うん、ルイは本当小馬鹿だからね。とびきりの褒め言葉として受け取っておくよ。最高のショーは一人では作れない。彼らのおかげで改めて実感したよ。そうだな。ところで僕から一つお願いがあるんだけど、みんなでショーをしないかい？もちろんいいぞ。むしろこちらから提案しようと思っていたところだ。うん、ワン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 なハイなショーにしようね。ワンワン。ミク、それじゃあ犬になっちゃうから。さあみんなお待ちかね、これよりワンダーランズショータイムによるスペシャルショーをご覧に入れましょう。どうぞごゆるりとお楽しみください。では世界はまだ始まってすらいない。Yeah.
みんな、僕たちのショーはどうだったかな？それは何よりだ。では、名残惜しいけれど、そろそろ。メイ君、ちょっと待って。まだ誕生日のお祝いしてないでしょ。みんな、用意はいいか？共にルイをお祝いするぞ。ルイ、誕生日おめでとう。おめでとう。ありがとう。みんなもありがとう。ショーもできてみんなにお祝いしてもらえて嬉しいよ。本当に僕は得難いものを得られてとても幸せだ。では、今度こそお別れだね。みんな、次に会う時も素晴らしいショーを用意しておくよ。いつでも遊びに来てくれていいぞ。